100日後に食われる豚。eaten pick after 100 days. <laughs> これすごいコンテンツ作ったな、このな。ひろゆきさんにスパチャ投げて一躍有名になったんだけど、もうコンテンツが力が高すぎる。初めて家に来た生後75日のミニタが可愛すぎる。ミニ豚がひなたぼっこしてる様子をこちゃです。餌を探すミニタが可愛い,い。ミニ豚が膝の上でくつろぐとかね。おしっこをマスターしたミニタが可愛すぎる。ね えー、ボールを見つめるミルダさんとかね、そういった要するにペット系のコンテンツ力を、えー、こう、コンテンツとして出していって、でもタイトルが100日後に食われる豚なんで、うん。これはね、めちゃくちゃ強コンテンツですよね。まずいろんな意味合いがあって、その、初見で面白い。要するに100日後に死ぬワに言うのパクリじゃないですか。で、そういうその、暗殺教室ぐらいからなんだけど、 キングダムとかもそうか。その物語の終わりが分かってる系の物語っていうのは結構流行ってるの、最近。昔っていうのはワンピースとかさ、も、ま、う、あ、ワンピース別に昔じゃないけど、その、どうなるか分からないワクワクさみたいな、そういうのが求められてたんだけど、暗殺教室とかは、もう先生、殺せ先生を殺すみたいな、そういう終わりがある。キングダムっていうのも真が、その、 真、真、えーまあ、であって、真、あの、主人公の真が将軍になって、真、まあ、という国が、衛星が、その、戦国必雄をまとめると、そういうラストがさ、歴史上もう明らかなわけじゃん。そういう最後に向かっていくっていうね、うん。そういうそのコンテンツっていうのが流行ってるわけ。100日後に死ぬ方にとか、どうやって死ぬのかなみたいな、そういうその、結末が気になるみたいな、そういうようなコンテンツが流行ってるっていうのがまず一つあって。で、二つ目はもう食われるわけだよね。その、100日後に食われる札はさ。 で、その、ペットを食うっていうのは、すごいみんな抵抗感があるわけよ。これ結構、先進国の考えらしいんだけど、北朝鮮とかそんなことないらしくて、可愛がってる、ね、うさぎ可愛がってる映像と、これからうさぎ増産していきますみたいなニュースとかね、やってたりしたけども、中田先生とかに聞いたけど、あんまりその、ペットと他の愛玩動物とあの、そうでない動物を分けるっていうのはないんだって、近年の考えなんだって、だから動物愛護法とかっていうのなんで、その、その意味合いでもね、 なんて言うんでしょうね。議論を呼ぶコンテンツだってことだよね。コントラバーサルな意見、コンテンツだってことだよね。で、議論を呼ぶコンテンツっていうのは、もう低評価と高評価も分かれるし、で、コメントもその、めちゃくちゃ盛り上がるし、ってことは人々が何回も見に来るし、で、言及したくなるしね。そこら辺がめちゃくちゃやっぱうまいんだよね。うん、だって、豚食ってるじゃん、みたいなね。みんなは。 うん、普段から豚食ってるわけで、で、その裏ではその豚殺すっていうことがあるわけだけど、何か問題あるみたいな。じゃ、そこ、このコンテンツに問題だったらビーガンでもなれよみたいな、そういうことになっちゃうから。その、一定のさ、その、提示力ってのあるね。その問題提起力みたいな、そういうのがあって、それがね、すごい強いよね。うん、で間違いなく伸びますよね、これはね。ひろゆきさんが取り上げ、でひろゆきさんに投げるってのもすごい上手いよね。ひろゆきさんっていうのはやっぱりライブコン、ライブ、ライバーであって、 で、ライブのにお金を投げるっていうのが今一番コスパの高い、えー、広告だと言われてまして、要するにその、ひろゆきさんのライブとか、例えば5万人とかさ10万人とか見てるわけじゃん。で、5万人に PV、5万 PV で得ようと思ったら、5万かけ300ぐらい必要なのね。うん。だ150万。 5万かけさ300だから、150万ぐらいかかるのは普通なのを、1万円で、その、ひろゆきさんにスパチャ投げることで、その、YouTube どうやって伸びますかみたいなことで、話題になるじゃん、もう。え、これめちゃくちゃ面白いみたいな。で、それ切り抜かれたらさらに話題になるし、私もこうやって言及しちゃってるしね、しちゃってるっていうかしてるし、で、そういうその、生放送中に、言及したくなるコンテンツであって、でそれを適切にその、広告先として選べるということで、もう、投稿者の人相当優秀ですよね。 あとはこれをそのどうエンドにつなげていくかっていうか、エンド商材に。